それでは今日のゲーム振り返りましょう。先発は日本ハム吉川、2回のロッテランナー2塁に置いて神戸の打球セカンドゴロだったんですが、西川がこの悪送球エラーで3塁1塁とピンチが広がります。そして江村、高いバウンドがこれが幸い内野安打になってロッテが先制、2回の裏1点を取ります。2アウト、その後三塁一塁になって今度は根本、詰まった当たりがセンター前、いい形でロッテがつながりを見せて2点を先制しました。3回の表の北海道日本ハム、ロッテ先発はベテランアンダーハンドの渡辺俊介、制球が定まりません。2人ランナーを置いて西川送りバント、この守備際どいタイミングがフィルダースチョイスになってノーアウト満塁になりました。そして小屋の粘って外の球をレフトに持っていって神戸のこの守備取れたかなという当たり、これがシングルのタイムリーヒットで1点返して2対1。そしてホッパワーはレフトへ犠牲フライ、2対2追いつきます。なおもランナーが2人、2塁3塁に置いて2アウトで高田の打球、これが詰まっているんですがセンター前に落ちて渡辺俊介二者生還で4点取られて逆転されます。直後の3回の裏ロッテ一塁三塁で今度は細谷の打球がしぶとくレフト前に抜けてタイムリー、1点返して4対31点差で5回に入って5回をファイターズ2アウト1塁だったんですが、この緩いボールで渡辺俊介が鶴岡を三振に取って渡辺俊介5回4失点100球を超えるマウンドに今日はなりました。そして6回変わった吉見、その吉見の変わりっぱな杉谷が捉えます。軽く振り抜いてレフトスタンドへ突き放した、日本ハムが5対3とします。2点差で逃げ切りを図る日本ハム、7回は武田久志をマウンドに送るんですが、ワンアウト一塁から代打、今日合流した福浦がこの当たり、今年もよろしくお願いします、そんな挨拶代わりの一発で追いつきます。5対5同点。このベンチの脇をベテランが気を吐きました。それに続いたのが若い細谷、武田久志から今度は勝ち越しのソロホームラン、この回ロッテ一挙3点で逆転、細谷今日3安打大当たりでした。これで一気にベンチが盛り上がります。そして8回を破った9回は増田、代打に出てきたのはその前失礼西、まず先頭バッターこの岡田のファインプレーでアウトを一つ取って、西川の打球センターフライ、そしてひときわ大きな声援は大谷、逆方向に持っていってあわやという息を呑むシーンだったんですが、代打大谷はレフトフライ、ランナー1人出しましたが最後はアブレイ三振にきっちり仕留めて、増田が新守護神としての役割を果たしました。6対5ロッテが逆転勝ち、オープン戦最後のマリンを締めくくっています。